お願いします。お願いします。まずは、久しぶりの勝利おめでとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、あの、チームの雰囲気は。今、勝った後のあのロッカーの雰囲気は、最高でした。先に先制点を奪われる、厳しい展開だったと思うんですけど、まあ、どうでしたか。そうですね、まあ、あんな形で失点、最初してしまって、まあでも、自分たちのやることを徹底して、我慢強く続けた結果、まあ、大悟があのチャンス決めてくれて、そこで流れが変わって、トリカのゴールもすごいゴールでしたけど、とりあえず勝ってよかったなっていう。やっぱあの失点はチームとしてのこうダメージというか大きかったですか。そうですね、まあでもあの時間であの失点はちょっと予想はしてなかったですけど、うん、まあみんなその後も引くことなくボールを保持しながら攻めるっていうのを変えずにやれたかなと思います。ハーフタイムとかあのロッカーの中でまあいい声というかポジティブな声でやれてた感じなんですか。そうですね、まあ、このままじゃ終われないっていうのをみんな話してて、うん、1点取ってそこからまた逆転しようっていう感じでした。じゃあやっぱりあの大悟のゴールもすごいチームとしてもすごく大きかったのかな。そうですね、よかったです。はい、すごいですね。まあそんな中伊沢選手は今シーズン初出場、はい、まあ、振り返ってみてどうでした。まあ、最初ちょっと緊張してたんですけど、試合始まる前まで、まあ、始まってみたら、まあ、こうたくんが試合前に声かけてくれて、うん、いい感じの緊張感で試合に入れたかなと。まあ、見ててそういったのは全然感じなくて、逆にもうミドルシュートも2本決定的なの出したし、まあ、球際のところだったりすごく持ち味が存分出せてたなという印象なんですけど、どうでした。そうですね、まあ試合前から積極的にやっていこうと思いながら自分の中でゲームに入ったんで、まあ、立ち上がりであの形でチャンス作れたのは、まあ、自分の中でも大きかったかなと思う、うん、プラスあとあのここ最近のチームのこう流れというか、まあ、球際のところだったりっていうのを見てるとちょっと足りなくなってるのかなって思ってたんですけど、そこの伊沢選手の球際に行くところっていうのはチーム全体にすごくいいスイッチになったのかなっていう、まあ、印象を見ててあったんですけど、まあそういったこう意識するところ、まあ、良さを出そうっていうのはやっぱりもう試合前から意識してました。そうですね、まあ、自分の良さでもありますし、まあ、よくミクスタでも上から見たり、うん、アウェイの時はダゾンで見たりしてたんですけど、自分の良さをどうチームに出していけるかっていうのを考えながら普段からやってたり、それがまあ出せたかどうか分かんないですけど、まあちょっとは出したかなとで、まあ今おっしゃったようになかなか開幕してから、まあ、怪我もあったりと、まあ、ゲームに絡めてない期間もあったんですけど、どういうふうにチームを見てたりとか、まあ、自分自身を見直す、まあ、いい時間でもあったのかなとか思うんですけど、どういうふうに見てました。まあ、その試合見てるときとか上で見てるときとかは、まあ、自分がゲームに入ったらどういうことができるかなとか、自分の良さをどこで出せるかなっていうのを考えながら見てます。いや、今回、まあ、こうやって話聞く伊沢選手も初出場で、まあ、しっかりといいプレーできてて、まあ、この前も、まあ、ここに来てくれた選手ほとんどの選手こう初出場でしっかりとしたプレーをみんなやってるんですけど、そこっていうのはあのメンバー外の時とかのトレーニングの成果というかっていうのも大きいんですかね。そうですね、今は平さん残ってるメンバートレーニングしてくれてるんですけど、まあ、ちょっとしたミーティングでも刺激的な言葉を言ってくださったり、練習の中からみんなが全力で取り組んでるんです。そういうところがコンディションにもつながったのかなと、うん、いや本当すごいなと思いながら、まあ、見てて、まあ、
もちろん最初言ってたけどちょっと緊張感あったとか言ってたけど、はい、まあ、やっぱりそういった準備の繰り返しというかしっかりやってたからああやって試合に出て結果につながったんですかね。そうですね、まあ普段からやってるから、うん、いつも通りやれば大丈夫っていうのはありました。で今2勝目チームとしてやっと2つ目取れて、はい、まあこっからかなと思うんですけど、これからチームがしっかりとこういい流れに乗っていくためにどういったことをこう、まあ、継続的にやっていく必要があるかなと思ってます。まあ次はホームなんですけど、まずはホームで勝つっていうところで、まあ今前回の試合とかは全員が一体感を持って失点しても勝つぞっていう気持ちで臨めたと思うんで、そういうのを大事にしていきながら、そうですね、まずはホームで勝ちたいなと、うん、まだ4年目としたらまあ若い方なのかもしれないんですけど、まあそこでいろんな経験をしてきて今あって、これからどういうビジョンというか目標を持ってますか？そうですね、まあ今まで同世代の人もたくさん出てて、うん、ちょっと焦りはあったんですけど、まあ、こういう形でチャンス回ってきて、このチャンスを大事にしてまずは試合に出れるように定着したいなっていう考えです。そのためには個人的には継続してやりたいなっていうのはありますか？そうですね、まあまずは自分が出た時に何ができるかを常に考えながら、自分の良さをどうチームに還元できるかっていうところと、まあ、一番大事なのはチームが勝つっていうところなのかなと思うんで、そこに徹してやるしかないなと。いや本当前節の試合の、まあ、劇的な勝ち方もそうですし、まあ、伊沢選手、まあ、他の前田選手だったりいろんな選手がこうパッと出て活躍してきたことがチームにとってすごいプラスになると思うので、まあ、次もホーム頑張ってほしいなと思うので、はい、次節長崎戦に向けて一言お願いします。そうですね、まあアウェーで勝って今流れいいと思うんで、ホームで必ず勝ちたいと思うんで、まあ、全員で選手スタッフ含めファンサポーターの皆さんで勝ち点3取りに行きたいなと思ってます。応援よろしくお願いします。期待してます、はい、ありがとうございます。試合終了、2対1、北九州鮮やかな逆転勝ち。7試合ぶりの白星、アクシデントが起きた中で貴重な勝ち点3をつかみました。